月光花。それは日の光がなければ自力で輝くことさえできない月の光に似た小さな小さな。新しいプロジェクトっすか。めんどくせー。お前さ、センスあるんだからやる気出せよ。結構勘がいいから凪とも組めるかなと思って抜擢したんだから。はあ、部長、調子だけはいいよな。で、その凪って人どんな人なんですか。ああ、UI UX デザイナー。今回はディレクションするからほぼほぼ毎日顔合わせるよ。とにかく仕事ができるけどミステリアスかな。そもそもお前 UI とか UX とか分かってんのか。なんとなくは知ってるんですけど、ウェブ案件がっつり関わるのは今回が初めてなんすよね。きちんと予習していった方がいいぞ、あいつ。いや、まあ会えばわかるよ、凪様。凪様？みんなこっそりそう呼んで。お前美人好きだろ。スラッとしている割に強くて綺麗なやつだよ。勝倉友か。友か。凪様か。どんな雰囲気のスレンダー美人なんだろう。今月の子も飽きてきたし、好みだったら年上も全然ありだし、強気なスレンダー女って燃える。失礼します。凪様、はじめまして。クリエイティブ局 UI UX 室長の凪翔斗です。よろしくお願いします。男かよ。顔よ。しかも俺よりちょっと背高え。勝倉友香です。あ、今回の営業担当の。名簿の名前からてっきり女性かと思ってました。すみません。よく言われます。凪さん、今ちょっとがっかりしました。いや、それは君の方ですよね。お互い部長の罠にはめられちゃいましたね。よろしくね、勝倉くん。はい、部長、これは詐欺です。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。